さあ、世界王者ネイサン・チェンの世界初披露の新ショート。シャルル・アズナブールの名曲「ラ・ボエーム」です。4回転トーループ、冒頭からしっかり決めてきました。このショートは最近滑り始めたばかりなんですということなんですが、いやー完成度が高い。今シーズンも宇野選手、そして羽生選手と名勝負を繰り広げるに違いありません。